ありがとう、本気なマイケル金子。はい、ありがとうございます。準備 OK、 楽しい時間ってあっという間だな。次で最後の曲だよ。って思うだろ。だったらよ、こうやってよ、めっちゃみんなで同じさ場所に行かん。列車に乗って、俺がさ準備する、俺が運転手のさ列車に乗って、全員で同じ夢を見に行く旅に出ない？俺のさ今のところの目標、武道館でライブするとこなんだよね。ついてきてくれる？この列車に乗り込む準備できてる？ありがとう。じゃあこっからどんどんぶちかますからさ、今後も俺のことよろしく。今日はあと一組スペシャルゲストを呼んでるぜ。スペシャルダンサーセンターインジュンペイのハウスショー。さっきまでの通り、雨が過ぎ去り、雲の隙間から差し込んだ太陽が眩しそうな僕に危うく行けて顔をした。ホームで君にさよならを言って、急ぎ足で電車に駆け込む。静かな街と君を背に、際を握って走り出すトレイン。車窓から眺めてる田舎道がいつもとは違ってなんか新鮮だった。少しだけ寂しさも感じているけど、不思議とワクワクが止まらないんだ。真っ白なスケッチブックの中にデタラメな地図を長いも描いて、これから僕の目だけにしか映らない。目的地を探す旅に出るんだ。乗り込めトレイン、全てを置いて行け。走るトレイン乗せて、Train 世界を駆け抜けて、エヴァルコネ。その景色が移り変わるこの瞬間の中に乗り遅れたよ。誰のもんでもないだろ。 You are love トンネルを抜けて光の先へ、雨を越えて風を越えて、君を乗せて、僕を乗せ、今を乗せて、終わることない線路の上。 Train 夢を手に捕まえて、バス2。届けていた靴ひもを結び直して、到着した駅に足を踏み出した。その瞬間からこの先は未知な僕だけの旅が始まった。なんだか少し冷たい風が吹いて、目の前に広がる高層ビルが、ようこそって上から目線で田舎者の僕に言ってきた気がした。負けるかって笑みを浮かべて、これからどうしようなんて言っていたけど、きっと焦りなんてなくてさ、トラブルもどうにかできるような気がしているんだ。息と同時に片道行きの切符を改札に閉じた。胸の中でよろしくて言って、まんまく一つ外へ飛び出した。止まらないぜ俺は、乗り込んでくれよ。俺が飛べって言ったら飛べよ。飛べ。その景色が見えない時でも、この瞬間の中にあると信じ続けろ。誰のせいでもないだろう。You are like太陽の見える次の街へ、雨を越えて風を越えて、雪を越えて月を越え、時を越えて、終わることない線路の上。 Train 夢を現実に変えて。光の先へ、雨を越えて夜を越えて、
ダンサー俊平サンタ、大きな拍手を。ありがとう、また会おうな。アンコール取りすんなよ。